武家転送は室町時代から江戸時代にかけての朝廷における職名の一つ。苦行が認じられ、武家の創生を朝廷に取り継ぐ役目を果たした。兼務の申請の際におかれ、室町幕府がこれを制度化した。役料は、それぞれ250票が与えられ、この他に、簡易浴物の配当があった。定員は、江戸時代には2名。江戸幕府の下では、 1603年に設置され、幕末の1867年まで続いた。室町時代には、武家天送が、戒厳や任間を幕府に通告し、公武官の意思疎通を図った。また、足利義満以後武家天送を経由して、室町殿の政治的要求を朝廷に伝える役目を果たした。ただし、武家天送の形態が固まったのは、戦国時代の永昇年間以後である。 また、室町幕府においては、足利将軍家の外籍として有力公家である日の絵、この家の両家があり、こうした家が朝廷と幕府の仲介に立つ場合もあった。江戸時代には、学問に優れて弁舌が巧みな大納言級の苦行が、転送に認じられ、就任の際には、京都諸子団より、欠板提出を求められた。幕府に対する直視には、武家転送が認じられ、 幕府による調整への介入が強まるようになって、以降は、摂関か、寄草との合議で朝廷の運営に関与するようになった。この時代、天送の任命には、幕府の許可が必要であるが、任命方法は、同じ江戸時代でも変遷があり、江戸前期は、幕府が人選を決定し、朝廷は追認するのみであった。中期頃から朝廷が人選し、幕府が、 基本的に許可を出す関係へと移行した。幕末には、朝廷の人選に対して幕府には拒否権がなくなり、事後報告を受けるのみとなった。前期は、幕府の朝廷抑制政策のため、中期頃は誰が務めても大差がなくなり、幕府にとって人選の利益が薄くなってきたため、幕末は、朝廷、幕府間の権力関係の逆転したためと考えられる。 王政復古の大号令に伴い廃止された。部人順に配列することを原則としたが、室町時代末期から、職法政権期にかけての転送についてはなお検討の余地がある。以下、一覧中のは再任は臨時代行を示す。この転換は、元禄十三年に東山天皇が幕府に無断で、 武家転送である、大木町交通を罷免した事件をきっかけにしたとする、見方がある。将軍、徳川綱吉の側近、柳沢義康の園跡であった、大木町の任命に対する不満が朝廷内にあり、天皇が武家転送への人事権を主張して、その罷免を強行した際には、大木町に不満を抱く関白や京都諸次第もこれを、止めることなく認めてしまい、 幕府がこれを知った時には時を阻止であった通説では、広橋剣勝と荷重寺光豊が同時に任じられたとされているが、お湯殿の上の日記継承8年3月24日上には、広橋、大納言にて無双行をつけられる,ると広橋の名前されて記載しておらず、広橋の多忙によって、後日に荷重寺が追加して任命された可能性がある。ありがとうございます。